アイルランド自由国は1922年にアイルランド島32県のうちの南部26県がイギリスから分離して成立した立憲君主制国家である。1916年のイースター放棄とその後の対応によりイギリス世論のアイルランド共和主義への風向きが大きく変わった。 1918年12月の総選挙において、共和派のシンフェイン党は、連合王国議会におけるアイルランド選挙区選出の議席の大半を収めるという対象を果たした。すなわち、アイルランドの105議席のうち、シンフェイン党は73議席を勝ち得たのであった。シンフェイン党の議員は、ウェストミンスターの連合王国議会で就任せず、ドイルエアランという独自の議会を設立した。 ドイルエアランはアイルランド共和国の建国を認め独立宣言を採択した。その後の独立戦争はアイルランド共和軍とイギリスの治安維持部隊の間で戦われ1921年7月に停戦協定が発行するまで続いた。この時点で1920年アイルランド統治法に基づきアルスター議会が開会して規制事実を積み上げており、 共和運動に対抗して、イギリスのアイルランドにおける足場を確保した。10月、イギリス政府とドイルの議員の交渉が、ロンドンで開始、12月6日には、AI 条約が締結された。条約は、イギリス帝国内で、自治領の地位にあるアイルランド自由国の建国を定めた。北アイルランド議会は国王への請願を行うことで、自由国に参加しないことを選択することができ、 その場合は国境委員会が設立されアイルランド自由国と北アイルランドの国境を策定するとした。アイルランド自由国議会の議員はイギリス国王への忠誠の誓いをする必要があるが、この誓いは他の自治領とほとんど同様のものとした。第二ドイルは1922年1月7日に条約を批准したが、その結果共和運動が分裂した。また、 条約批准からアイルランド自由国建国までの間の臨時政府がマイケル・コリンズを主犯に成立した。アイルランド自由国のパスポートアイルランド自由国の分離に伴い、イギリスは1927年にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国へと国語を改めた。また国王ジョージ5世も同年、王号からに改めた。1931年、 ウェストミンスター憲章の制定により、イギリスと同格の独立国として規定された。しかし、その後も、イギリスからの影響力排除を目指す動きは止まらず、1936年のエドワード8世の大尉及び弟のジョージ6世への上位に際して、各王国ごとの憲法改定の必要が生じた機会が利用された。1937年にはそれまでのアイルランド、 自由国憲法に代わるアイルランド憲法が交付され、国名をアイルランドと解消し、イギリス王冠に関する憲法上の言及を削除し、大統領職を創設した。一方で、対外的にはイギリス国王がアイルランドを代表し続けたため、この期間の体制が共和制であるか君主制であるかは曖昧である。第二次世界大戦後の1949年には、 アイルランド共和国法の施行により、共和制が明文化され、イギリス連邦も離脱した。1924年の報告書によると、統計数値がある国のうち、出生率が最も高いのは、イギリス領政論で最も低いのは、アイルランド自由国だったという。ありがとうございます。